浄土院は京都市左京区銀閣寺町にある浄土宗の寺院。三号は清大山。本尊は阿弥陀如来。五三送り日の一つ、大文字を管理することから、大文字寺とも称される。寺正寺の北に隣接している。そもそもこの地には、創建年代については不詳であるが、浄土寺という天台宗の寺院があった。神奈二年には浄土寺で、 有明親王の日である藤原明子が出家し、有明親王の氏名級が入事している。平安時代末期には広大な時期を持ち、その域内には、後白河法皇の長飛である単語局の山荘と、地物堂があった。鎌倉時代以後、皇室との関係を深め、また、この駅とも親しくし、そこから門跡として、多数の僧が入事していたこともあり、この駅から、立花、 三園の寄進を受けている。室町時代には、室町幕府第8代将軍、足利義正の所定である、義広が入事するなど繁栄していたが、義広が現属して、足利義美となり、結果として、王仁の乱が起こると浄土寺はその戦火を受けて、大半の建物が焼失した。その後、その王仁の乱で義美と対立した義政がこの地を、気に入って、山荘を建てようとし、 文明14年に浄土寺を昭国寺の西に移転させて、山宗の造営が行われると、わずかに騒動のみが当地に残された。その騒動に浄土宗の逮捕まで上級が入り、なお浄土院と改めて復興が行われた。江戸時代の教法17年に随穂まれによって道具が再建されている。かつて浄土寺の鎮守者で、後に自称寺の鎮守者となった八神社が、 境内地の北にある。なお、移転した、浄土寺は後に廃絶している。ありがとうございます。